皆さんよろしくお願いします。哲学徒です。今回ご紹介するのは十返舎一九の東海道中膝栗毛です。この作品は、おなじみの矢地さん北さんの滑稽な珍道中を描いた作品で、江戸時代後期の、戯作家である十返舎一九の代表作と言われています。そして続編を含めて20年にわたり書き継がれた大ベストセラーとなりました。ちょっと内容をご紹介すると、矢地北こと矢地郎兵衛さんと、北八の、2人が伊勢詣を思い立ち、滑稽な失敗を繰り返しながら東海道を江戸から京へ大阪へと旅する様子が描かれる作品で、作中には、教科や、小話が散りばめられ、口語を多用した軽快な語り口が人気を呼び、大ベストセラーとなりました。作者の十返舎一九はその後も続膝栗毛シリーズで、矢地北が西日本から、中山道を江戸に帰るまでを書き継ぎ、21年後にようやく完結した物語です。一九はもともと駿河の武士で、一度は江戸に出て武家に仕えるが、その後の大阪時代には、近松門左衛門の門下だったこともあると言われています。再び江戸に出て、奇拍子や、シャレ本の執筆を始めた彼は、この膝栗毛で人気作家となるが、晩年は酒に溺れて不遇だったと言われています。まあ、こういった滑稽本の一つとして、まあ、東海道中膝栗毛は非常に有名ですので、まあ、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。どうもありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は、右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。